外ですよ外でしさあ始まりましたオンラインスタジアムツアー本日リポートを務めさせていただきます元選手球団職員おもてなし担当の隊長です。よろししくお願いします、えー、本日は えー、選手時代の経験も交えながら、えー、めったに入ることができない、えー、場所をですね皆さんにお見せできたらと思っております。さあそれではは早速いってみましょう、はい、ということで最初にご紹介したのはこちら千葉ロッテマリーンズ室内練習場でございます、えー、こちらですね2012年2月に、えー、建てられた、えー、完成したですね、えー、室内練習場になっています。 でえー、こちらですね、あのー、マリン特有の浜風、強い風の空気抵抗に耐えられるように、えー、独特の外観になっています。はいそれでは早速、ですね中の方に行ってまいりましょうあ。久しぶりに来たな、久しぶりに来た。じゃあ、せっかくなので、ちょっと奥の方まで、ね、ちょっと行ってみましょう。こちらの室内練習場ですね。 えー、メインのこのメインの場所がまあだいたい55メートル角の、えー、メインの室内練習場と、えー、なっております。そしてですね、えー、そのメインの隣、メイン球場の隣にですね、えー、こちらブルペンがございます。はい。で今はご覧の通りですね、このバッティングゲージを2箇所ですねセッティングしてあの2箇所、えー、打撃練習が できるようになっていますでこちらあの、もちろん、ね、こうブルペンなので私が当時ですね2012年とかのの時はこちらでピッチングをやっていてですね私は大体奥からこの3番目ここのところでこう、ね、ピッチングをやっていたんですね。はい、でこちら2012年に完成したんですけどもそれ以前ですねそれ以前にはここから56キロ先の五六キロ 先にですね、稲毛海浜公園というところに、えー、室内練習場が、えー、ありました。で、えー、選手たちがですね、えー、雨が、ね、コンディションが悪い日、えー、自分たちの自家用車でですね、えー、そこまで行って、練習をして、で、また車に乗って戻ってきて、試合をするというね、えー、ふうな感じでやっていました。で、私ももちろんその経験もあって、えー、非常にね、大変でした、それって。で、2012年にこの室内練習場ができて、 すごく選手たちは便利になってより練習にね集中できる環境が整ったということになっていますというところでだいたい室内練習場の説明をしたんですけどもちょっと今日ですねあの実はあの自分でですね自前のバットとボールをですねちょっと持ってきたのであのスタッフさんちょっと打ってもいいかな大丈夫ですか大丈夫です <laughs> ありがとうございますじゃあちょっと打ってみます 上野さん、おいおい、画席立つつのっていつぶりですかああ、現役の時ね、現役の時、うん、1> 一1席だけある、おーそうなんです、ね、多分マリンだったからね、映像あるんじゃないかな、残ってると思うよ。<music> いやー、ひどい、ひどいね、<laughs> こんな感じ。 ひどい、ちょっとリベンジでちょっと一発勝負でね、もう一球勝負でちょっとリベンジしますよし、ちょっとね、お願いしますおー、なかなかいい当たりだったんじゃないのああし、リベンジできたね、よし、じゃあこの勢いで次行きましょう。はい ということでスタジアム内に入ってきましたちょっとねスタジアム内なので、えー、マスクの方させ、えー、ていただきながら、えー、ちょっとねあのリポートを進めていきたいと思いますはいこちら、えー、グランドの方に行き、えー、ましたけどもはいこちらがですね、えー、皆さんね球場に来られた時とかあとは中継でもねあのー、よく おなじみあの見たことある方も多いと思いますけれども、こちらがホーム側の、えー、ダグアウト、ベンチになります、えー、ここでね、あの選手たち、えー、監督、コーチたちが、えー、戦っている場所になります。で、ですね本日はこのダグアウトではなくてですね、えー、ご紹介したいのがです、ね、ここのダグアウトの裏側、裏にある、ですねちょうど真裏にあるですねスイングルーム、そちらをですね、えー、ご,ご,ご紹介したいと思います。はい こちらになります。はい、すみません。はい、本当にね、すぐ裏なんですよね。すぐ裏にあります。こちらの部屋が、えー、スイングルームです。はい、たくさんね備品があるんですけども、まあ,あの触らないようにしてですね。えー、こちらが、えー、スイングルームになっています。まあ、こちらでね、えー、主に試合中、えー、選手たち、まあ、控えの選手もスタメンの選手も、えー、ここでねスイングをしたり、あとは まあね、こ,こ,こちら、えー、トレーニング器具があるんですけども、えー、こういった、ね、重いボールを持って、えー、こうやって、ね、体幹を、ね、ちょっと締めて、えー、コンディションを整える準備をするであとは、ねえー、試合前、後とていうところでも使用したりしますこちらエアバイクがあるんですけども、まあ、こういった、ね、エアバイクをこいです、ねえー、コンディションを整えるなんか選手もそんな選手もいたりしますもちろん、ね、トレーニング室も別途あるのでそちらでもあるんですけども、まあ、こういった場所でも えー、設置していますで、えーと、こちらね、扉出て廊下になってるんですけども、カメラさん、ちょっと来ていただいて、こちらですね、えー、廊下になってるんですけども、えー、この先、この先ずっと行って突き当たりになると、えー、ホーム側のブルペンになっています。はいで 今ここ立ってる場所ですね、えー、人工芝が、えー張,りつあのー、張ってあるんですけども、ここで何をするかというと、ですね、えー、控えのですね例えば、えー、終盤、ね、今で言うと、ね、スタメンで和田選手が出てなかったら、ですね、えー、和田選手がきっとここを、ね、こう走ってです、ね、でダイソーに備えてウォーミングアップする、ダッシュをするっていう場所で、えー、使っています。で、私が、ね、あの現役の頃なんかは、岡田選手とかねよくここでウォーミングアップとか、えー、とダッシュとかしてね。えー してるのをよく見ましたはいそれではですね、えー、次の場所、えー、ご案内したいと思いますので次のところに行きましょうはいそれでは、えー、次ご紹介しますのは、えー、マリーンズドリームサルーンになりますで、えー、3階に3階フロアにあるので、えー、エレベーターで専用のエレベーターで、えー、3階の方に行きたいと思いますはい。 はい、3階到着しましたマリーンズドリームサルねすごいね高級感あふれる感じではいでこちら今あのカウンターがあるんですけどもこちらでですね、えー、受付をして、えー、お部屋の方にご案内するという形になっていますじゃあそれではお部屋の方にご案内しますので行きましょう はいそれでは、えー、ご紹介したいお部屋がこちらの303号室になりますそれでは早速中の方に行ってみましょうどうぞどうぞ私もね、えー、とこの VIP ルームなんかに、ね、入るのなかなかないですからねちょっと緊張なんかもするんですけどわすごいですねグランドが一望できてはいでこちらこちらのお部屋ですね、えー、窓が開けるようになってまして、えー、と鍵が開いてですねこういうふうに 窓が入ってですねあ、すごいですね、マリンの浜風というんですかね、風がこう感じる、でえー、と当日はね、もちろんスタジアムの,この熱気というか、そういったのも感じながら、生の、ねえー、熱気を感じながら、ね、ここから、えー、いい眺めで、ね、野球観戦が楽しめると、でこちらのモニターも、ね、あって、ですね、当日の野球中継なんかも、えー、見て、ね、えー、解説なんかも聞きながら、この両面で、ね、あの楽しめるお部屋と。 なっておりますでこちらビップルームビップルームなんですけどもビップルーム専用のお食事もご用意されていてですね、えー、タブレットでこう注文して、えー、お部屋まで届けていただけるような、えー、システムを導入しておりますはいこんなねお部屋でねあの野球観戦ができたらすごいいい思い出ができるんじゃないかなと思っております まあね、ちょっと一般販売はあのないお部屋なので、えー、なかなか機会もない,ですないかもしれないんですけどもねあのもし機会ある方はいい思い出を、ね、作っていただければと思いますはいじゃあそれでは次の場所に行きたいと思いますが次の場所はすごい絶対に誰も行ったことないんじゃない関係者以外は絶対に入れないようなところに行きたいと思いますので楽しみにしててくださいそれでは行きましょう行きましょうはい それではですね今ここはバックスクリーン裏ちょうどねセンターの本当真裏バックスクリーン裏に来てるんですけども今日はですねなんとここ今書いてあるの分かります関係者以外立ち入り禁止ここに入ってですねここから階段登ってってなんと今日は ZOZO マリンスタジアムの屋根の上屋根の上のところに行ってみたいと思いますなので、ね、ちょっと安全対策としてえっ、ー、とヘルメットをねかぶって ちょっと被らさせていただきたいと思いますじゃあ早速ですけどもここから行きたいと思いますうわこんな風になってるんですね中ねまだまだ登りますまだまだ登りますはいこちらですねなんかいろいろ機械機械みたいのがあるんですけども実はこれ 皆さんが球場、また中継でもねご覧になっているスコアボード、ビジョンのですねここはメインビジョンのね真裏です、裏側です、こんなふうになっているんですね、これが一枚一枚のねパネルになっていてい機械のパネル、これが合わさってああいう映像っていうのができているんですね。 こんな風にななってるんですよなかなかねこんな見れることないですからね。はい、あ階段終わりましたかね。ここが一番上ですかね。はい、こう各パシフィックリーグの旗があったり各球団の旗があるんですけどもよくねあの、メインビジョンの上のところでこう旗がね、こう揺らいでいるのを見たことあると思うんですけど、その旗です。はい、でこ,こから もう外ですよここ外ですよこれ外ですよはいじゃあ行きましょう行きましょう行きましょうはいじゃあどうぞ風は今日はあまり吹いてないので大丈夫かなと思いますけどカメラさん気をつけてくださいねうわすごいですね高いう高いですねちょっと今日ね曇ってる曇ってはいるんですけどね東京の方も見えたりそうそうでさっきねあのー 旗があったかと思うんですけども、このね、ここから旗を取り付けてシャッ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 シャシャとという風な感じで旗をね上げるようなところです。僕も大学の時旗ある旗上げる役だったのでなんか懐かしいですねこれね。はい、まあ、それは余談ですけども、はいじゃあ先に進んでいきたいと思います。うわーここからねちょっとグランドの方も実際にちょっと視界がね開けてグランドの方も見えるんですけど。 おー高い、すごい。うわっ、カメラマンさん、なんかすごい場所を発見した、これ。うわー、すごいですね、この幕張のね、東京湾がこう広がってね、ここ、すごい場所ですね。いやー、綺麗だ。いやー、なんか海見てると叫びたくなりますよね。じゃあ、ちょっと今日ね、この9月27日、えー、マリーンズがね、勝利を収められるように。 えー、勝利を祈願してですねちょっと海に向かってねちょっと叫んじゃおうかなとマリーズファイティングはい勝つね今日は勝つねこれでね <laughs>、はい、じゃあバカなことやってないでちょっと先進みましょうかじゃあね今からちょっとあのホームの方までね反対側までちょっと歩いていきたいと 思いますよし行きましょう気をつけてくださいねはいということでですね今、えっと、目の前にあるのが、えっと、ライト照明ですねこれね照明がありますでこれナンバリングしてあるんですね123ってこうあってちょっとスタッフ情報スタッフさん情報なんですけどこれが最後480番まであるってことだったので。 もしかするとこの照明が480個 ZOZO マリンスタジアムにはあるのかなっていう,ふうに思うんで、まあ、ちょっと確かな情報じゃないのであのぜひ、ね、球場に、えー、来たあのファンの皆さんあの勇者勇者勇気ある方はですねあのちょっと480個ちゃんとあるか数えてみてください、はい、じゃあ、えっと、もう少し、ね、向こうの方まで行ってみましょうかせっかくなのでバックネットの真裏の方まで行ってみましょうここ真裏かなちょうどはい。 バックネットの、バックネット、バックネット、はい、バックネットの丸のところまで来ました、いやー、すごいですね、今、カメラさんがね、撮ってくれてると思うんですけど、いやー、すごい、もうこの柵1個しかないですからね、もうこれ、もう何もないですからね、今ね、いやー、すごいな、これ、はあ、すごい、でですね、えーと、ここがどれぐらいなんかこう高いのかっていうのをね、 あのちょっと見てもらおうかと思ってスタッフさん,もんが、ね、あの下からの映像も撮ってくれるってことだったのでちょっとね、下からの映像も撮ってもらいましょういはい皆さん、どうでしたか なかなかこれ高いところにいるんですよ、もうさっきからねちょっと、ね、足の震え止まらないんですけど、はいでですね、えー、とあそこ、えー、センターのねところ、ビジョンメインビジョンですね、メインビジョン、先ほど真裏にあのね裏側にいましたけども、非常にね大きいんですね、あれね、あのー、具体的にこう大きさ、例えばですね、えー、テレビの、ねえー、大きさの方でいうとですね、えー、1201型。 ね、1201型ですよ。だいたいテレビっていうのはこう32型とかねそういった大きさだと思うんですけど1201型ですよ。相当大きいですよねあのビジョンね。で、えー、とレフトライトに、えー、とちょっとね一回り小さいねサブビジョンっていうのがあって、えー、球場の周りにこう。 あるのがオビにあるのが、えー、リボンビジョンと言われるもので、まあこういったねビジョンもねあの年々バージョンアップして、えー、演出もねバージョンアップして皆さんに、えー、来場された皆さんに楽しんでいただける演出もね、えー、球団として作ったり、えー、しています。はい。でせっかくね今日ちょっといい景色というかあのなかなかねない景色。 多分見れると思うのでちょっとね、ここでね、スクショタイムみたいなのをね、ちょっと撮ってみたいかなと思いますので、ちょっとじゃあカメラマ,カメラマンさん、ちょっと撮っていただいて、はい、じゃあ、ここからね、ちょっとね、スクショタイムみたいな感じでね、ちょっと撮っていきたいと思います。ははははいいいそれででどどうぞ3 2 1、はい、どうぞすかね、はい どうですか皆さん、撮れましたか、ねあのー、背景とかね、あのー、ズーム会議とか、そういったところで、ね、会議の、ね、背景にしてもらえればと思いますので、よろししくお願いいますはい、それでは、ですねちょっと本当に怖くなってきたので、えー、そろそろですね球場の下に、えー、降りていきたいと思います。はい オンンラインスタジアムツアーいかがでしたでしょうかこの後もですね楽しいコンテンツ盛りだくさんでご用意しております引き続きオンラインマリンフェスタお楽しみくださいそれではリポーターは隊長でしたまたねバイバーイ